はい。貧乏人の遺言シリーズパート4かな。ちょっと見てみますね。貧乏人、パート4ですね。で、バカとムチの続きです。ちょっと腹減ったんで飯食います。チーズタッカルビ、チーズ味。ここで紹介するんだったら、おさつポテト、ポテコ。おさつポテコって新しいですね。で、あ、うまい。甘い。なんか今まで、この人たちバカだなって思ってた人たち。その人たちなりになんか生存戦略っていうか、まあ、こうしたら生きれるだろうなっていう考えがあって、まあ、生存本能だね。で、バカな選択をしてたんだなっていうのが分かって、で、その人たちをどう、なんだろう、と折り合いつけて生きていけるかが重要なんだなっていうのが分かりました。まあ、具体的な例で言ったら、最近の話で言ったらコロナ。反ワクチンとかコロナ陰謀論者とか出てきたじゃないですか。その人たちはそういうふうに考えることによって、今まで思想を残してきたんだなっていうのが分かったんですよね。いや、だいぶ保守的なんですよ。よく言えば守りが固い。まあ、仕方ないことなんだなっていうのがすごい分かった。じゃあ続き。どこまでやったっけ？差別と偏見の迷宮からか。まあシンプルにまとめると、人間差別しちゃう生き物なんだなっていうのが書いてあるところですね。まあ話でも出てきたんですけど、白熊効果っていうのがあって、白熊のことを15分間だか10分間だか考えないでくださいってやらせたら、白熊のこと考えちゃうっていう。だから差別のこと考えないでくださいって言ったら差別のことを考えちゃうっていう。っていうのが出てきたんですよ。まあ、考え方が大事なのかなって感じですね。差別に対して、差別のことを考えちゃいけないんじゃなくて、差別っていうものがあるっていう前提でどう考えていくかじゃないですか。まあ、頭悪いやつ、頭いいやつで差別するとしたら、その頭悪いやつがいるっていう前提と、頭いいやつがいるっていう前提で、その人たちとどう生きていくかみたいな。で、お互いウィンウィンになれるような方法で問題解決していけばいいのかな。まあ、それができないんだったらそれこそノーディールで。
ここでよ、この本では黒人差別をよく取り上げてましたけど、なんか研究データによるとやっぱ黒人って見た目上なんか差別されやすいっていうか、なんかなんて言うんだろう、印象が悪いらしいですよ、シンプルに言うと。ちょっと研究データは内容までは話さないですけど、まあ仕方ないですよ、そういう風になってるんだったら。みんながみんな悪い、黒人みんなが印象が悪いってなっちゃうのは、まあ、仕方ないとして、実際その人たちと何かしらコミュニケーション取ったら、あ、この人はこういう人なんだなとか、それぞれ個性があるんで、まあ、一括りにしちゃうのは良くないのかなって感じですね。まあ、黒人に関係なくですね。若いやつはこうとか、老害はこうとか。日本人はこうとか。ポケモンカードのリリエっていうカードが、なんだっけな、なんか鑑定、査定みたいなやつ、アメリカの方でやってる査定で、PSA だかなんとか A だか知らないですけど、1万ランクの10ってやつ取ったらしいんですよ。で、それが1000万超えのカードになったらしくて、それを売った人は誰だって、で、サイン、それ直筆サインが書かれてて、そのイラストレーターの。で、それで転売したのに、おそらく中国人だろうみたいな。で、こういうことをすることによって中国っていう国の、なんだろう、イメージ下がるってことをなんでわかんないのかなとかって言ってるんですけど、いや関係ねえから。仮にそれが中国人がやったことだとしても、中国人全員がそういうことをやるっていうに、あの認識が間違ってますよ。日本人でもそういうことやるし、やるやつはいるし、中国人でもそういうことをやんないやつはいる。まあカテゴライズしちゃうんですよね、人間は。そうやって偏見が生まれていくんだと思います。あ、そういうふうに書いてありました。無意識の差別を警告する。誰もが偏見を持っている。差別はなぜあるのか。偏見の中には新しいものもある。ピグマリオン効果遊んでしない。あ、ピグマリオン効果のところ面白かったですね。あの、褒めて伸ばす教育は実は良くねえんじゃねえのって。褒めるってもう報酬系だから、報酬系だから脳が報酬を先に受け取っちゃうから、怠けちゃうんだって。じゃあ結果に対して評価するのは正しくて、結果を出す前に評価するのは良くないらしいです。評価っていうのはいい評価の方ね。ベンツに乗ると一時停止しなくなるのはなぜ。これは地震が関係しているらしいですね。自尊心。信頼の裏に刻印された服従の文字。道徳の貯金ができると差別的になる。こ
そこが面白くて、人間いいことをすると悪いこともしてもいいやっていう感覚になるらしいですよ。ちょっとぐらいいいことしたんだからちょっとぐらい悪いことしてもいいよなみたいな。で、悪いことしすぎたら逆にいいことしたくなるらしいですよ。バランスを保とうとするらしいです。環境問題を訴えてる人たちとか人権問題とか訴えてる人たちは、あと平和主義者とか、いいことしてる気でいるんで、だいぶ悪い方でバランス取ってるっていう側面があるんじゃないですか。言われてみればそんな気がしますね。ちなみに僕はこの本を読んでた時に、これ俺やんってなりましたね。まあ、基本いいことしてるっていう感覚よりも自分にとっていいことしかしてないっていう感覚が強いん で、それが悪いにしろいいにしろ関係ねえみたいな。で、俺のにとっていいこと、多分周りの人たちにとって悪いことだろうなっていう前提できてるんで、まあ、そこでなんか衝突が起きた時には、まあすいません、ごめんなさいって感じですね。じゃあ衝突が起きない方法を一緒に考えましょうかっていう話ですね。まあ、全ては僕の気まぐれです。共同体の温かさは排除から生まれる。偏見を持つなという教育が偏見を強める。まあ、ここら辺は、おもろかったな。仮想敵を作んねえと仲良くなれねえぞって話でした。簡単に言うと。内仮想とかみたいな。悲しい生き物っすね。まあ、偏見を持つなという教育が偏見を強めるっていうのはさっきの主力マー理論のところですね。愛は世界を救わない。まあここもそれです。全ての記憶は偽物である。ああ、これは 最新のなんか脳科学の話をしてましたね。いや、脳にメモリーカードやハードディスクがあるようなイメージがあるかもしれないですけど、それは実は間違いで、その繋がりやすいその記憶っていうのを、記憶っていうか、まあ、電気信号をつなげることによって脳を、脳っていうか記憶をいちいち生成してるらしいですよ。だから作られた記憶とかができちゃうみたいな。トラウマとかがそうらしいですよ。で、PTSD の話をしてて、PTSD は、まあ、診断されたい数少ない病気の一つらしいですよ。うん、自分の苦痛とか、なんか不幸な状態を PTSD って診断されることによって説明できるから。うん、まあ、具現化できるからじゃないですか。まあ、精神疾患、最近のなんか、うつとかもそういう、あれですよね。ステータスではないですけど、一種のなんだろう、自己表現になっちゃってますね。
トラウマができトラウマを作りやすい人がトラウマと PTSD の話をしてて、それの相関性の話の中で、そのトラウマ体験をしやすい、危険なことにばっかしリスクを伸ばしやすい、まあ外向性と神経症的傾向、この強い2人が、あ、2人がじゃなくて、2つ強い、この2つが強い人がトラウマ体験に遭いやすくて、その結果 PTSD を発症しやすいだけであって、その2つが当てはまらない人は基本 PTSD のトラウマは生まれない。 その通りだって思いました。あとトラウマ体験をしたからといって PTSD が必ず発症するわけじゃないから、やっぱり性格的問題があるんじゃないかっていう、まあその2つが外向性と、あの何、まあもう1つのちょっと、まだ外向性よりも神経症的傾向じゃないですか。まあ、そんな話でした。まあ、現代人についてっていうか、まあ、人間についてよく書かれた本でしたね。まあ、現代人の僕たちからしたらだいぶぶっ刺さる内容だと思います。なぜなら、急激な、なんだろう、科学とかの発展によって脳が追いついてないから、そのバグをどういうふうに修正しようとした結果こうなってしまったのか、まあ、バカと無知だって言われるような人類になってしまったのかっていう話ですね。まあもう一周ぐらいして売っ払いたいと思います。では、じゃあバイ。